1990年撮影の下妻市、中心部周辺の空中写真。市街地北西の湖はサルマ。南西角に見える河川は絹川である。1990年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。下妻市は、 茨城県県西西部の県西地域に位置するる市である旧日立国新壁軍、筑波軍と千葉県より関された旧、下宇佐国有機軍で構成される。市東部に湖海川、西部に絹川が流れ、中央部に佐沼がある。2005年国勢調査速報値によれば人口は3万6889人。2006年1月1日に、 有機軍千代川村を編入合併し、2005年国勢調査の時点で、漁師村を合わせた人口は46,427人とされる。935年の和名称に、下妻として記されているのが、資料所見とされている。現在の氏名、下妻と書き記すようになったのは、大ね鎌倉時代以降と言われている。千代川庁舎2014年の県議選からは、 定数一の下妻支線局として実施されている。東西と南北に二本の国道が交差して走り、鉄道が南北に通っている。路線バスにより、筑波市、土浦市方面と結ばれている。市内の集配業務はすべて、下妻郵便局が受け持っている。かつて、下妻町には伝統会社があった。彩加東吉が1912年2月に、 事業許可を受け、8月に、下妻電機を設立。1913年11月事業開始、供給区域は、真壁郡下妻村、関本町、阿賀妻村、大宝村、有機郡豊上村、総道村、玉村、総上村、石毛町。発電所は持たず、下付電力より受電した。1922年茨城電力に合併された。 ウェブ上に、下妻市周辺地域のコミュニティ活性化を目的とした、コミュニティサイトが開設されている。サヌマ 3B1、長塚オッツ4から1下妻駅前に設置された、看板に描かれた、シモンちゃん下妻市の公式サイトに描かれている、大紫を萌えき人化したキャラクター。株式会社ヘレナメディアリサーチ制作。新聞のインタビューで、 ページの硬いイメージを払拭して作っただけであり、性別も決めていないとされている。総務部情報政策課の管理課に置かれているため、市のマスコットキャラクターというよりも、下妻市公式サイトでの案内キャラクターである。これまで公式グッズ等の販売は2008年10月に模様された下妻サヌマフェスティバルにおいてグッズ付きのチケットが販売され、2009年10月より、 下妻駅構内に設置された観光案内所にて、ストラップが茨城国体に合わせ受注生産で、シモンちゃんが胸にあしらわれたポロシャツが販売されたことがあった。現在は道の駅、下妻でキャラクター入りの手ぬぐいが販売されている。2011年6月16日には、江戸時代の街道、下妻街道の起点となっていた場所で、下妻と縁のある、 東京都足立区千住の北千住駅近くに、シモンちゃんにちなんで名付けられた下妻市特産品、アンテナショップ、シモンちゃんの家が開店し、看板に、シモンちゃんが描かれた。2015年には、市内の原動機付き自転車のナンバープレートの図柄に、期間限定で採用されたほか、2017年から、市内を走るコミュニティバスのラッピングマスコットにも、なっている。ありがとうございます。